皆さんこんばんは。今日はね、ちょうどこの時期になるとね、思い出すお話があるんですよね。もう皆さんも分かってる人は分かってると思うんですけど、俺はね、施設を出たんですよね。まあ俺の場合は学校も行かずに、登校拒否をして、ブラブラしてたら、まあ、親がね、勝手に手続きをして、まあ、最初に児童相談所いうとこ行って、そこに入って、天王寺がどこになったかな、そこからね、どこの施設に入るかっていう、その振り分けられんのよ。名前は出せませんけど、どこどこ学園、どこどこなんとかって3か所か4か所ぐらいあって、ほんでまあその児童、相談所でね、中で知り合った兄弟の子とか姉妹の人とか一緒の学園になったらいいのになって話しとったんですけど、見事にみんなバラバラになりましたというお話なんやけど、そういう施設に入った時にね、ちょうど夏のね、今自分にね、まあ俺より2つ上の人と、で妹のね、と兄弟で、施設に入ってる方がおったんですよ。でその人はね、すごいね、宇宙戦艦ヤマトとかでフォークがすごい好きで、でいつもね、聞かされてたんですよ、かぐや姫とかね。ほんでわあ、めっちゃいいなと思ってどっぷりハマってしまって、でまあそっからね、俺はね、フォークのファンになったんですけどね。でまあ面倒見もよくて、で頼れるお兄ちゃんみたいな感じだったんですけども、なんか家庭の事情でね、引き取る、なんかね、詳しいこと分からへんねんけど、その新しい里親というか、なんかね、親戚なんかよう分からんねんけど、とにかくね、僕らより先にね、学園をね、卒園することになったんですよ、その兄弟はね。でも仲良くてね、で妹の方も結構仲良くしててんけどね。でその人がね、卒園する1ヶ月ぐらい前にね、部屋に呼んでくれて、でフォークギターを弾きながらね、歌ってくれた曲があるんですよ。それはね、「いちご白書をもう一度」、それをね、今日は歌いたいと思います。聴いてください。いつか君といた映画がまた来る。授業を抜け出して二人で出かけた。悲しい場面では涙ぐんでた。素直な横顔が今も恋しい。雨に破れかけた街角のポスターに過ぎ去った昔が鮮やかによみがえる。君も見るだろうか、いちご白書。二人だけのメモリー、どこかでもう一度。僕は無精ひげと髪を伸ばして、学生集会へも時々出かけた。就職が決まって髪を切ってきたとき、もう若くないさと君に言い訳
けしたね。君も見るだろうか。いちご白書二人だけのメモリー、どこかでもう一度雨に破れかけた街角のポスターに過ぎ去った昔が鮮やかに蘇る。君も見るだろうか。いちご白書二人だけのメモリー、どこかでもう一度二人だけのメモリー、どこかでもう一度。